どうもー、相沢和也です。よろしくお願いします。今日はね、ちゃんとね、フリップ持ってきましたよ。足元の悪い中ね、ちょっと書いてきましたから、フリップをね、ちょっと見ていただきたいんですけども、今日カンボケということでね、いろんな漢字を書いたやつをね、出しておきますんで、ちょっと見ていただければなと思いますけれども、まずこちらですね、両目違うカラコン入れんな。普通どっちかに統一するんですよ、カラコンはね、なんで両目とも違うのが入れちゃったのかですね、車ごとシートベルトしたの。普通中の人がするやつだからね、ここだけ守られないから、中の人はね、大惨事ですからね。仲間割れはやめて。仲間割れはしないで。ちょっとこの子がかわいそうだから、こう、ね、板挟みになっちゃってかわいそうなのよ、本当にね。もう器が機能してない、器がもう底がないから、目が全部ドーンってなっちゃってるから、ね、ちゃんと底のある器に変えてくださいね、うん、おお、羽のない扇風機、羽のない扇風機、初めて見た。こっから風が出るんですね。いいね、ダイソンで売ってるらしいですね。あ、畳の部屋とは聞いてましたけど、そういう間取りだったとはね。こっから入ってきて、ここな、外に繋がってるこの空間何なの、意味がわからないですけどね。あ、もうさすが高画質だから、もう毛穴までくっきり見えますね。さすが 4K 放送だから、もう毛穴までバッチリ見えますからね。秘変に家と書いて長沢くんちですね。ちびまる子ちゃんの長沢くんちですよね。覚えて帰ってくださいね。日めくりですね。もうカレンダーとかじゃないです。もうめくったらもうずっと日がずっと出てくる。そういうアイテムですね。あ、もう泥だらけのところで遊んできたけれども、もう土踏まずだけ綺麗に残ってますね。土踏まずだけ綺麗なんですよ。やっぱ地面と接してないからね。おい、ちょっとドラえもんかと思ったら、これ家もんじゃないの。ドラえもんかと思ったら家もんじゃないの。これは頑張って書いたから、もう一回言いますよ。ドラえもんかと思ったら家もんじゃないの。これは頑張って書いた。うわ、タコさんウインナー入ってる。タコさんウインナー、お母さんが一生懸命切ったんですよ、このタコの形にね。子供は全く伝わらないけれども、全く伝わらないけどね。駅近の物件と聞いた時は、限りなく駅に近い物件が出てきましたね。ここのスペースいらないんだから、お宅の不動産デッドスペースが多いからね、うん、あ、器を丼に変えたらちょっとだけ入りました。よかった、ちょっとだけ入りましたわ。ラーメンちょっと前まみ、もうちょっとそこは欲しかったけどね。よかったよかったよかった、アクアフレッシュで歯磨いた。いやいやいや、口ゆすげ。どうもありがとうございました。